はい、皆さんこんにちは、もちあいです。今回はですね、ちょっとしたお知らせでございます。ということで、まあそんな、本当大したことないんですけども、今年も夏もですね、家族で旅行行くことになりまして、今年はなんと京都に行きます。はい、ということで、ここ数年どころじゃないか、5、6年ほどはですね、北海道まで行っていたんですけども、ちょっとね、今年2016年はみんなで、予定があんまり合わず、ガッと一気に休みが取れる時期がなくてですね、まあちょっと短めなんですけども、まあ旅行行こうということで、北海道に行っていたんですけども、今年は、京都まで行くことになりました。はい、北海道じゃないのは本当何年ぶりだろうってぐらいですね。今まで北海道に4泊5日かな、3泊4日とか、まあそんぐらいで行ってたんですけども、今年はもう1泊2日ということで、かなりね、バタバタで忙しい旅になるかなと思うんですけども、まあ京都をね、見て回っていきたいと思います。はい。ということで、本当に、ね、1泊2日なので、結構忙しいんじゃないかなと思います。で、まあ、行くに、当たって、どこを見て回ろうかみたいな、話もしたんですけども、まあ、僕はね、京都アニメーションのアニメで、まあ、いわゆる聖地となってるところが見たいと。で、特にね、最近の響きユーフォニアムの、ところが見たいなということで、まあ、それも見に行く予定です。なので、宇治市ですよね。はい、を見に行く予定です。はい、まあ実際にどういうルートで行くかまだ聞いてないので、今日ね、ちなみに、8月の4日です。明日8月の5日からもう行くので、金土と、京都行くので、どういうルートで行くかわからないんですけども、まあもう明日から宇治市見るのかな。まあどうなんでしょう。とにかく、まあそのね、舞台になったところは見たいなと思います。はい。で、天気もね、調べたんですけども、まあ雨は降らなそう。ね、晴れるみたいなので、よかったです。まあ、ここよりもね、向こうの方が暑いと思うので、まあそれはね、覚悟していきたいと思います。で、まあ動画も、回せたら回します。はい。なるべくね、ガンガン回せるようにはしたいと思います。気をつけます。はい。僕ね、不意に撮るの忘れることが多いので、なるべくカメラをこう構えてね、いつでも回せるように、歩き回りたいと思います。はい。ということで、本当にね、1泊2日ということで短いので、まあね、短い時間だと思いますが、楽しんでいきたいと思います。はい。というお知らせでございました。まあ北海道はね、またみんなで、4日とか5日とかまとめて休みが取れたら、行きたいですね。はい。まあそんな感じです。ということで、まだ準備も何もしてないので、これからしたいと思います。まあ、なんか向こうで、ね、アニメグッズとかも買ったら、帰ってきたらね、紹介したいと思います。で、まあ、向こうで撮った動画や、まあ、行った感想などの動画も出すと、思いますので、よろしくお願いします。ということで、京都はね、本当、運年ぶりなので 本当に行くのが楽しみなんですけども、楽しんでいきたいと思います。はい。ということで、なんか若干テンション低めだったかもしれませんが、すいません。まあ、体調を万全にして、いきたいと思います。はい。ということで、今回はここまでになります。では、京都行ってきます。Twitter ではちょいちょい上げてると思いますので、Twitter 見てる方はそちらでチェックしてください。それでは、今回はここまでになります。じゃあね。